すれば向こう側に行けるんだ。繋がらない。ここまで来てたどり着けないとは。霧島様、いかがですか？ダメだ、相馬にも中西にも連絡が取れない。サーバーはどうなってるんだ？皆さん、あなたの留守の間もちゃんと会社を守ってくれていますよ。本当にそうならいいんだがな。あの二人が一番信用ならんのだ。なんてことを。とにかく会社はすぐそこだ。何としてもたどり着くさ。ぼーっとするな。ぶつかっておいて何よその態度は。ふん、ぶつかられて転ぶやつは所詮その程度ってことさ。とにかく俺の邪魔をする奴は皆弾き飛ばすまでだ。大丈夫ですか？あ、根は悪い人ではないのですが。そうだとしてもあの態度はないわ。あなたのおっしゃる通りですが、大きな地震だったようですね。ここも随分派手にやられました。あなたも気をつけて。
うしてこんなことに。まあ地震が起きたんだから仕方ないんじゃないですか。そうですよ、こうなっちゃったらどうしようもないですよ。お二人ともシェフの気持ちを察してあげられないですか。何カッコつけてんのよ。分かってるの、分かってるんだけど。そりゃ苦労してやっとの思いで手に入れた店がこんな風になったんだから落ち込むのは分かりますが、これ以上ここにいても。そろそろ帰ってもいいですか。ここにいても危なそうだし。ん？なんだい、見ての通り営業してないよ。私が力になれることはないですか。この状況で普通に考えたらないだろうね。シェフ、もう帰らせてもらってもいいですか。一旦解散します。みんな気をつけて帰ってください。営業再開のめどがついたら連絡するから、その時はお願いね。営業再開ね。ガス管が破損してガス漏れが発生している恐れがありますので、火の扱いには十分注意してください。また携帯電話が非常に混雑しており、つながりにくくなっています。また場所によっては通信できない地域もあるとのことです。ここで警察より被害状況の発表がありました。現在確認されているのは死者11人、生き埋め100人、行方不明27人とのことです。震災は経済にも大きな影響を与えています。翡翠市に本社を置く IT 企業株式会社ベストランホルが急落しました。昼頃から震災が同社のクラウド事業に影響を与えるとの噂がネットに上がり、売りが殺到しました。繰り返します。川瀬県南部で大きな地震がありました。この後も余震の発生が。何？あなた、まさか私の宝石を取りに来たの？なんてありません。これは私の宝石。よく見ると彼女は怪我をしているようだわ。これ使って。これを渡す。こんなことをしても私の宝石はあげないわよ。Thank you.
な地震が起きて大変な思いをしてる。道端で歌ってるなんて不謹慎じゃないか。不謹慎かもしれないけど絡まなくてもいいじゃない。なんだと？邪魔なら場所を変えるわ。なんだなんだ、可愛げがないな。可愛げ？歌うのに可愛げが必要なの？別にそういうわけじゃ。演奏を中断して申し訳ありません。今日はここまでにさせてもらいます。ありがとう。為替圏内は陸路での移動が難しく、選手や機材の準備ができないことや、見に来られるお客様の安全を考慮した結果、中止と判断したとのことです。
大会日はこの後調整していくとのことです。おーい、この地震では津波の恐れはありませんが、沿岸部の一部で地盤沈下が発生しているとのことです。沿岸部におられる方は注意してください。また本日川瀬県内で行われる予定だったプロ野球の川瀬県で発生した地震に関する情報です。警察発表の被害状況をお伝えします。現在確認されているのは死者205人、負傷者752人とのことです。現在死者205人、負傷者752人の方が確認されています。一部地域では救助活動が始まっており、ヘリコプターによる重傷者の移送が行われているとのことです。沿岸部におられる方にお知らせです。この地震では津波の恐れはあり